っていきまーす。意外とうまそうでしょ。アリア選手のフレックスピック、まあ、どちらも高いパフォーマンスで使えるというところで警戒していきましたね。となると、まあそうですね、ウリアが、はい、スティーブ選手も得意ですし取りたい。ただ、まあ、ブラバー選手はここに対してオラフを持って得意ジャンプなんだ。ウリア使ってる時のコールはやばかったからな。操作慣れてるから視野広くなりそう。今のところ成功しているのはジン、はい、ですかね。ジンも調子バルニだ、バルニだかバルスが怖いな。バルスがさ欲しいよね、そのチャンプ強いよね。おっおおエビナアリア、どう今日アリア今日どうですか。固めるという可能性もちょっとこの後出てくるとありますし、あとはニダリをここでちょっと唇荒れてるね。危ない、水分足りてないな。ちょっと緊張してるね。水分取るのを忘れちゃってる。いいですからね。そうですね。はい。バルスに対してはスケーリングで我慢してスケーリングで勝てるようなチャンピオンを取っていく。ジジ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 ジ。すごいポークによってる、怖い。イニシエート、イニシエート。なーとウディアだとイニシエートちょっと薄いでしょこれ、ね、まずいって、まあ、これズータンのピックにかかってる。フラッシュインアリスターじゃない。うわーイニシエートのレルが潰された。うし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 、頼む気づかんでくれ。おセント、この映像には見えませんね。これはもう牛でしょ。マナ足りるんですかグラガス。結構直されましたからね、ただまあそれでもアルティメット頼むですから。ツイステッドフェイト、なるほど。ブラウンもオープン、ちょっとサイドのゲーム展開を組みたい。アリア選手がミッドからボットトップへローテーションしていく展開を作りたいので、ツイステッドフェイトで。おお、なるほど。さあそしてレオナ、そうかレオナがお、なるほど。ディセンゲージではなくてボットレで勝ちに行くと、そのようですね。もう2対2で潰しに行くよというような宣言になってますね。アリアゾーイはいいんじゃない。ミッド主導権が欲しい、先出しになります。確かにミッドだとその遠距離イニシエートできる部類ではあるね。回線できるわ。いいよいいよいいよ、ゾーイいいピックだよ。ツータン、もう一択だと思う。よし、構成めっちゃ好き、構成めっちゃ好きだよ。さあリスター、映っていませんけどトップ、そうかゾーイか、ゾーイいいね。いやーエビくんがヘリス、ヘルスを確保したよね。エビくんがさちょっとゴブとか負けだったりして敵のポークが痛えとかなると入れなくなるから、やっぱり動いていくのがジャングラーの役割じゃないですか。となると鍵を握る、そこなんだよな。この中だと1対1で勝ち切る、その想定が見れるのはエビ選手なのかなと思いますね。先日のパフォーマンスを含めて見ても、はい、彼がこの世界戦では鍵を握っていると思いますね。入るっていう面で一番その単純に入れるのってナーだから、そこが入りづらいような負け方をしちゃうときついね。大変失礼いたしました。ゲーム4ですね。ゲーム4デトネーションオカスミ VS クラウドナインの試合スタートです。よっしゃ頑張れー。さあこの試合は勝っておきたいデトネーションオカスミ。クラウドナインかなり強気にボットレーンに入っていきます。ただこれはバルスがリーサルテンポ映ってますね、映ってますね。へえ。できてます。エビくんヘイル持ってない？持ってるのでやっぱもう使う必要はないって考えて。ヘイルな。タイミングだったりスカトルのタイミングで回す可能性はありますね。特にパークスが中心であるっていうことを考えると、ええ、まあトップサイドで勝負したいっていうのはあるでしょうね。オリアナの Q を華麗に避けてるよ。いやーやっぱ世界戦で戦ってる日本代表かっけーなー。はいナイスダブリュー、
特にバーストはレベル3以降のバーストが極端に通常入れてね。ですからスキルセットが揃ってからレーニング安定して行えるかどうかというのが注目ですね。そう、それでもエビいいトレード、いいトレード。 J さんマナ使ってるから、これ半分以下だよ。ですね、体力のトップサイドが焦点になることを分かっている。早めに陣取ってますね。さあ、そしてグロンボを張っているところにグラバー置かれたのはスティル確認でした。槍を狙っているか。スマイトでここはいやークリック細かいよ。レベルは4。これはスカトル勝負でも1レベルの。ナイスプッシュ、ナイスプッシュ、ナイスプッシュ、ナイスプッシュ。このタイミング。諦めました。いいね、いいね、いいプッシュだね。カニファイト寄れるよ。コラプトがでもないな。フラッシュインで取りに行く。いやー、寄れてないか、どうなるよ。うやりすぎたなー。ナイススティールー。逃げれると思ったか。よーし、これはあるぞ。いいよいいよ。でかい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 。あ、惜しい。いや、これはね、本当にね、ジャングルにワンキルはクソでかいよ。トップを潰すのに繋がるから。こっちも殴りまくれてるからね。ずーっと殴ってるよ。ずーっと殴ってる、ずーっと殴ってる。で、先にさん入れてましたね、スティール選手。これで素晴らしい。見事なプレーでしたね。はい、にゃんにゃん。死亡。おー、いい角度。そういうのもっとちょうだい。集団戦でもウディアとナーが育つのは効いてくるから。敵のポークをタンクが据える。この動きをどんどん継続していって、パク選手が使うこのオリアナを抑え込んでいきたいですね。抑え込んでいきたいですねじゃないんだよ。すごいことをしてるんだ今。さあ、カズちょっと怖い。カズジェニスブレードからフラッシュアウト、ただイグナイトが入っています。キル獲得はズベンです。いや、このバーストが怖いんですよね。ただこれはスティールトップサイド、大丈夫。ドラマーはボットサイドにいます。ダイブができるか。急いでプッシュして、これ込みのよ、これ込みの DFM だから。ただここでちょっとミニオン数少ない。あー、やめとかない。いや、下がろう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 。スティール、今の危ないよ、今の危ない。ここはファッチもうまい。ナノアルティメットタイミングでうまく弾きましたね。しないよ、ボットサイド起点有利を作っていくという展開が予想されますね。そうなった時に、強気強気だね。心死んでない、心死んでない、心死んでない。ナイスだよ。カズ選手がニダリーの合流であったり、オリアナの合流をどれだけ先に予測して、パルス強えな、パルス強えな。このままの状況でウェーブコントロールされてしまうと、ユタボン選手がファームを自由に取れない。なおかつ、まあ、大ブーブを作られてしまってボットが壊れてしまうので、一旦合流をさせて。いや、でもファイトするとしたらボットでしょこれ。 JSTP ないもん。JSTP ないよ。で、ゾーイの、魔導書のイグナイト分もあるから、当たりたかった今日な。もう寄ります。それに対してデザネーションオカスミはリフトヘラルドへ走っています。もうすでにスティールが。まあしょうがない、まあしょうがない、まあしょうがない。その分、ウディアが逆サイドで取れれば。このクラウドナインが取ってる構成は、まあ、3チャンピオンがポークが強い、まあ、ポーク構成なんですけど、ポーク構成はかなりこのタワーであったり視界のコントロールが非常に重要な構成なんですよ。なのでそのタワーで有利が取りやすいリフトヘラルドを取った方が有利っていうのがこの試合の内容にはなってますね。ただこのリフトヘラルドだけではなかなかタワーにつなげるのは難しいですが、これをうまく活かせれば、怖い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 、握れるというふうに言えると思いますね。さあ、レッドバフへのカウンタージャングル、ナイス。カズがトップサイドに行ってましたから、ズベンがタワープレート2枚獲得。ナイスティール、ナイスティール、ナイスティール、ナイスティール。成功します。エビも寄せていました。サマナースペルは解放の魔導書でイグナイトに変えています。右払す。あ、イグナイト使いました。おお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 。ノックアップから合わせられるか。スタン。ナイスバブル。いや、それ見えてるよ。なあ、まあ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 、いや、十分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 、それマジ十分、ナイス。もう一度トップレーン狙っていた。それいけるでしょ。あー、スタンかかってないけど、ナイス、逃げて、おー、フラッシュだー。
冷静だー、ミッドレーンのところも CCJ、 冷静すぎる。ミッドでもアドを握ってトップでは絶対的なアドを取りました。ウディアがヘラルド持ってます。トップ勝ち、これ本当にでかい。おこれいけるぞ、これいける。とにかくタワーの破壊、はい、タワーが破壊できればエビ選手、スティール選手が動ける範囲が広がる、まあ、カズ選手もですね、この3名がエンゲージできるチャンスが圧倒的に広がるんですよ。ポーク構成に、まあ、一定距離の睨み合いっていうのを仕掛けさせてはいけないので、うん、すぐさまエンゲージしたいんですね。そうね、そのエンゲージのポジションが増える。いいよ、うわー素晴らしい。アルティメット敵フラッシュで残してるからね、ちゃんと火を当ててる。ダブルも当たってるけど追撃がないか。くぅ、いやーギリギリまでフラッシュ切ってくんないね。ほとんどのプレイヤーであればデッドしてたシーンでしたね。パークスの独特なステップ、さらにはフラッシュのタイミング、いや惑わされましたね。ナイスやらせ。さあテレポートで戻ってきます。ただこういった動きいいですよね。デノションカスミに求めているのは、そうですね、エビ選手が先にプッシュ。やっぱりうちのアリアすげえよ。あ、やっぱうちのアリアすげえよ。ただパークスも返している。バルカンがずっと隠れて狙っています。あ、バルカンはじゃあその動きをするかどうか今ずっとこれチェックしてたわけですか。そうですね、ボットレーンの 2v2 の有利というよりもとにかくパークスがこれ以上崩れてはいけない。フラッシュもないですから、そのためのカバーですね。そういうテレポート、おっとテレポート、これはアリアのテレポートですね。ウディアレベル9、ドラゴンスマイトファイト有利だよ。でこの状況が結構不利なんだよね。おっと、ナイスアラス、ナイスアラス。でもコラプト分があるかな、これね。ドラゴンファイトはねちょっとパッと当たらんとあかん。これグダグダしてっと良くないんだよな。今触りたいんですよ、今触りたい。エビがメガナのゲージ一切ないですからね。なるほど、さあ触って早めに抑えていくテレポート。ユタポンはねアルティメットですぐやれる。ナイスハラス、ポンこっちが勝ってるよ。それバブル誰もかかんない。クソ、ナイス。それズータンいいかもしらん、ズータンめっちゃいいかもしらん。ナイスナイスナイス、カズータシー1位ぜー。ちょっと待って、うちのアリアがちょっとどうしよう、暴れまくっちゃってんだけど。やっぱ名じゃん、別次元だって動き。怖いな、でもドラゴン1個は取っときたい、1個は欲しいよ。かなりの威力、マジでアド、アドのアドのアド。とにかく、とにかく次のドラゴンは確実に抑えたいですね。そうですね、マウンテンドラゴン、マウンテンソウルになっています。アリア、パークスとやり合える、マジか。 CS 勝ってる、マジか。1キル取ってる、マジか。マジか、まあいい表現ですね。ディーサルテンポを選択しています。まあ中盤以降ウディアナ、アリスタ相当カズーたちがヘラルド取るときあったり動いてるのに、ポンさんは CS 離されてないんだよ。タワーこそおられたけど、タワーを取っていきたいという話がありましたが、それがすごいよ。ミッドタワーを取っていきたいところです。デトネーションカスミ、そうですね、このミッドタワーを破壊できるかどうか重要です。ここ寄ってくるところをキル取ってから取りますか。さあちょっと反転も狙うようなポジションを取っていますが、蓋をして確実に、ナイスアラス。さあアリア、あーナイス、真ん中ゴースト避けてまーす。敵あれ、ね、ウルトなしよ、ウルトなし、ウルトなし、ウルトなし。敵のエンゲージスキルが1個なくなりました。しゃー、すげえ、トータルゴールゴールドスティール 6500、 ダントツ1位。何がでかいってね、ポンさんはお金も2位なんだけど、1人で耐えてたって面で経験値食ってるんだよ1人で。バルスのレベル9だから、ポンさんレベル10だから、牛7はいいんだよ。牛7はその歩いてる分でトップのアドを取ってるから、トップのアドを取るために動いてるんだもん。なるほど、パッチの救出と言わんばかり4人で
トップサイド。ただエビアリコールタイミングです。そしてスティール、これは気づけません。これ気づけないとかなり怖いですよ。ドラゴンまで45秒、エビが目の前。おお、おお、すげえ。これね、ポンさんが使い取れてて、これミッドフリーでしょ。でポンさんの方もフリー絶対気づいてると思う。ボットのターンもされるよ、そのまま降りて。さあドラゴンまでは20秒、ボットのアウターも取れますか。いや完璧なローテーションですね。あとはエビがゲージ。ここまでは FM マジでうまい。ロル頼む、やらかさんでくれ。クラウドナインポジション的に触れないか。圧倒的な視界のよりも作ってますし、ドラゴンは相手よ、ドラゴンは相手よ、ドラゴンは相手よ。ミッドの主導権取ってるよ。ナーのメガナーが終わっちゃう。ナーのメガナーが終わった。トップのウェーブは5分、ミッドにオリアナ釘付け、ゾーイが TPR から1回リコール挟む。入り口のワードをようやく消したタイミングというのも分かってるはずですから、これは確実に取れます。オッケー早いね。あーよし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 、このドラゴンでけー。ほー、理想的な形です。ゲージはあともう少しですね。バブル惜しい。思い切ってインゲージしていいよ。思い切りが大切だよ。アリスターだから硬いし。ナイスバブル。行き過ぎると危ないよそれ。レオナイルからね。うわー、それでだな、それでだな。それ使わせましたね。いいポジショニング。うわー、さあボットのインナーターンの体力が一気に5割か。ただパークスもその間にトップレーンを押しています。これだけポークが強い構成相手にポーク押し勝ってますよ、アリア選手。ゾーイ一人で十分なんだよ。何人ポークチャンプ用意しても関係ねえから。全連押し込んでいって視界のコントロールより作っていきたいですね。これ見えなければゾーイのポークがフリーズ。ただこれが怖い。あーっとエビ見えた。あーどうだ、フラッシュは。うわー、 CC 重なってるか。いやーバースト。うわー、まあ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 、これね、もう避けていきたいところです。ジェイスのキルはそこまそこまで。オリアナが怖いよね、キル入るのは。オブジェクトにはオリが怖い。敵陣にワードあるかマジ大切なんだよな。っていうのもまた綺麗に刺さってるんですよね。確かに。あーじゃあこうアリアのポーク、あーワード1個キー、あっ、おっおっ、あー Q 外してるやん、削れた。あぶねー、あぶねー。いやここは素晴らしい。ナイス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 。でもオリアナ TP あるからね、バロンディア繋がんないよこれ。怖いよ。おー残ってる一つのワードに TP をして仕掛けにかかる。あー、スタンか。ブラストコーン終わったらそれ飛ぶんじゃない。あー、メガナーが切れた。オリアナ早くしないと戻ってくるよ。急げ急げ。スーパースーパー。1キル獲得クラウドライン。エビは一旦距離を取ります。というのは大きいですね。今のタイミングフォーカスミー。いや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 、こっちからするとイニシエートのうちの一つなんだよ、大切な TP っていうのは。痛いよ。強気に行ったんですけど見逃しませんでしたね。いや痛いよ、 TP 落ちたのは。ちょっとここ慌てたというか、ここブラバーを取れれば確実にバロンだったんですよ。だからこそエビ選手は強欲にこの2台を取りに行ったんですけど、そこでちょっと迷ってしまったのでレオナに対するフォーカスが遅れましたね。あーてか2台がすげえわ。アリスタの W をブリンクで避けてるんだこれ。なんかおかしいと思ったら、やっぱりこのクラウド9相手に。いやでもこれもコミュニケーションエラー感があるね。ちょっと冷静さに、これコミュニケーションエラー感すごいね。いやーいいポークだ。いやジェイスがジェイスの Q 食らっちゃったか。
アリアの体力も削れている、うん、ファッチのダメージもちょっと痛くなってきましたね。さあもう一度ショックブラスト、エビがメガミッド取ってるのナイス、ミッド取ってるのナイス、絨毯裏から入ってるよ、そこ視界ないからね。あ、バックスフラッシュないよ、そのいい、それアリスタのルートめっちゃいい、アリスタのルートめっちゃいい、アリスタのルートめっちゃいい。うわ、ナーが落ちたけど、いやプラスだね、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 ナイス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 。人数量はフォーカスミです。冷静にドラゴン取りたい、さあブラバーのポーク、そしてファッチのポークは避けていきたい。ゾイがフラッシュ残ってる、アリスターの位置はでも視界がまた捉えてるよ、フラッ、いやいやいや、ミニオンなんか、ミニオンからないでしょ、ミニオンからからなんだ、なんでないでしょ、ナイス話せ。え、バブル当ててない、いって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 、ナイスナイス、届く届く、届かない、それ焦るとやばいよ、焦るとやばいよ、ジェイスのバースト気をつけて、ダブルいけ、やばいって、殺しきってくれ、ナイスフラッシュ、来てるよ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 、バブルスターは避ける、パークスが来てる、パークスがテレポートで寄ってきました。いやエビはテレポートがありません、このドラゴンはクラウドナインが取ります。うおー、いいダメージ、いやでも、いやいやいや、でもいやいや、ギブでよくない、ギブでよくない、まだない、まだない、まだない、いいいいいいい、今のジェイスのさバーストはもう観戦で見たら明らかにわかるのにさ、苦しいな、世界大会は苦しい、あれがわかんなくなっちゃうんだもんな、プロゲーマーが勝敗を分けましたね。エビ選手をおとりにしてパクス、オリアナを一瞬で取りに行く判断、フォーカス非常に良かったんですが、ズータンちょっとねティルトしてる、あのね触りのタイミングもちょっと良くなかったんだよね、カズ選手裏回って完全に孤立したオリアナを一気に狙いに行く判断、うん、見事でしたね、うん、ナイスシーシー、ここから4点どうするかっていうところだったんですけど、2連合いでのニザリージェイスの強さ、いやマジこれうめえ、うわニダリの槍当たってんのか、これゾーイ、ゾーイを、まあ苦しい悔しい、この試合はねポンさん座ってるどうか、まあ座ってるに越したことはないんだけど、あのねゾーン的にカイサが十分火力を出せる状況ってすごい少ないのね、マジでナーとウディアなんだよな、鍵はアリスターと、カイサが慣れるような状況じゃ、状況はかなり少ない、うわっいいシュート、いやーボスさん後ろに飛ぶな、行っちゃって、うわーすげー、どうする、バロンに向かいます、これは絶対にバロン行けます、取りたいぞ、絶対取りたいぞ、今のこれ誰したの、まずはジャングルの中を視界をつけて、すごすぎる、勝つぞ FM、 警戒しながら進んでくるか、あっとクラウド内諦めたか、バルスレオナまで残り15秒ですからね、今のゴール誰したの、思い切り良すぎる、クラウドナイン相手に取れるんですよね、取れます、取れました、カズもよく釣ってますね、ずった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 、いいんじゃない、そのピックいいんじゃない、いい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 いよ、危ないよそのピンク、怖っ、さあそのリコールタイミングを見計らってクラウドナインミッドナウターを取りに来る、ただアリアがそこを守ります、リコしよう、はぁ、あ、怖っ、怖っ、このマロンバフを使ってリクルトさん、はい、どのタワー何本取っていきたいですか、いやもうインヒビターまで取りたいです、インヒビターまで、はい、ただドラゴンが35秒、クラウドナインとしてはこれを取ればドラゴンソウルですから、マンデーソウル取りに行きますよね、取りに来るところ集団何も TP あるよ、大丈夫、何も TP ある、トップの上はかなり焼けます、エビ選手もテレポートがある、あー危ない、危ない、そのハラスクラウト危ねえわ、そのハラスはここ食らうときつい、このタイプでどう
あー帰れなくなっちゃったね、あれやね、これ。ね、大丈夫よ。ウディアが結構金持ってるから、イニシエートの判断いいよ。俺やら打ち上げてる。カイサ飛びすぎじゃない？大丈夫か？カイサ大丈夫か？いやー、大丈夫なのか、これ。中断せ。なのメガネ溜まるよ。うわー、カイサ！うわー、カイサ！ポーサー天才だ！大丈夫！メガナー！メガナー！大丈夫よ！ゆっくりゆっくりゆっくり！これ何秒？デスタイムは何秒？いや、エンドでしょ。これ、カイサー生きてるもん。いや、ポンサーが天才すぎる。なんで生きてんだよ。いけるよ、いけるよ、いけるよ。まずはインヒビタータワー。ミニオンもかなり多い。そしてインヒビター。待って、ポンさんが天才すぎる。いけるいけるいける。絶対いける、絶対いける、絶対いける。あと1本。バルカンだけ。いや、いける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 。いけるネクサスネクサス FM FM C9 に勝つのかよしポンさんが天才すぎたなあ俺死んだと思ったもんレオナのアルティメット食らった瞬間信じてたよ。エビ君、俺信じてたから、本当に。すげえ。